ああ、どうも。ああ、どうも。ああ、ね。それはバイクエンジンかけたの？昨日ツーリングだったから。行ってきた、ついに3億円。行ってきましたよ。やるな、日が良かったから気持ちよかったでしょ。まあまあ、桜もまだ残ってたしね。よかったよ。じゃ詳しく説明してよ、渡るくん。何時にスタートしたのよ、どいや、こ？まあ、なんせ近くもないけど、高速で行ったら一瞬で着いちゃうしさ。高速で行ったの？いや、下道で行ったよ。行ったんでしょ？まあ、朝10時過ぎにスタートですよ。何人で行ったの？昨日は、俺、しんちゃん、ひろしちゃん、半平ちゃん、あつし、5人。ひろしちゃんもいたの？ひろしが来たよ。ヒートウェーブ。そう。で、みんなさ、インカムしてるのね。で、ひろしちゃんの時してないのよ。そうなんだ。だから、俺らは、もう今やもう、ローソンになっちゃった、その信用金庫の前でさ、止まって、これがあれだよ、あつらちだよって喋ってんだけど、なるほど。ひろしちゃんわかんないからきょとんとしてんだよね。なるほどね。ローソンの前で。全く間に入れないんだ。ただローソンの前にいるヒロシちゃんなんだ。で、信号待ちの時に、いや、さっきのがね、っつって、なるほど、なるほど。説明しなきゃいけないんだ。そう、インカムいいね。そうだよ。もうみんなでもうそれ聞けちゃうわけでしょ？そうだよ。ガイドさんの声が。おお、そう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 。素晴らしいな。まあ、昨日だから俺もちょっとバッテリー心配あったんだけどさ、バイク。まあ、セル5回で買ったね。やっぱ、でもやっぱ5回は行った。シュルシュルシュル。よくかかったかかったね。ね。腹筋悪くなかった？いや、だから最初だからもちろんあれですよ。チョーク戻すと止まりましたよ。やっぱそうなんだ。で、止まってまた引いて。やって、もうちょっと少し、もう、温めて。ダメだよね。まあまあ。でも1回かけたからもうこれで大丈夫じゃん、しばらく。大丈夫大丈夫。もう乗れるしね。そうだよね。もうあったかいし。そうか。でも偉いね、W かかるんだ。かかりましたね。やばいな。俺のバイクだったら一生かかんねえな、それやったら。プラグ外さなきゃダメだもん。押しがけできんじゃん、でもリーダーだな。まあね。絶対できないもん、俺の。絶対できないと思うよ。その200キロもある車体。で、坂でびっくりガーでやってもさ、かかんなかったら登れないよね、押しそうて。なんだよ。もう谷底で終わりだもんね。確かに。まあ、行ってきたんですよ、それ跡地から。あと、あれなんだよね、銀行からその東芝の工場ってさ、A コース、B コースあるんですよ。そうなんだよ。行き方が。そう。で、当日は B コースだったんだよね。事件があった時。そうそうそう。まずそれを見極める場所から確認しましなた。るほど。で、犯人がバイクが隠しておいた場所も行き、それも何、ちゃんともう分かってるんだ。分かってるんですよ。なるほどね。もちろん当時のまま乗っ払ったわけには今行かないんだけどね。あと、犯人が待機してるところを、民家の2階から目撃されてんだよね。そういう証言もあんの？なんとか三択。すげえな。そこの2階も見て、で、次、まあ、現場検証でしょ？で、現場から逃げるときに、ある交差点を曲がるんですよ。その時に猛スピードだったために、主婦に泥をかけちゃうんだよね。バイクが、車が。車がね、逃げるときだから、そっか。その泥をかけたポイントも確認。そんなあれも残してるんだ。狭いエリアなんだよ。それで、最終的に交差点を左に回ろうとしたんだけど、軽トラが来たから、慌てて右にチェンジしたって場所なんだよね。なるほど。そう。それでも分かんなかったんだ。そう。あと、そのカローラを隠してた団地、行きましたよ。カローラだったね。ジュラルミンケース、カローラといえばね。そう。卵ローね。そうか。3億円、あの頃ものすごい金額だと思ったけど、今そうでもないよね。だって今の何十億円だよ、だから。そうだよね。東芝のボーナスなんだから、それなりでしょう。そりゃそうだよそれでさ、その団地見に行った時にさ、な。団地の公園とかでさ、まあ、ほのぼのとして子供たちと大人たちがいるわけですよ。今も団地は団地で残ってる。あるのあるのあるの。なるほど。で、まあ、子供とかちが遊んでるわけだ。で、俺らがまあバイクでバーンって行くじゃない。その時はまあ普通なんだけど、ヒロシちゃんが吹かすと、ハーレーのぶっ飛んだボーンって行くわけですなるよ。ほど、なるほど。のっそうぽいするんとだもうね。ね、マーロン・ブランドのワイルドワンなんだよね、もうね。なるほどね。なんて奴らが来たみたいな。なるほど。やっぱりハーレーなんだね、そこはね。なるほ
そうか、うん、やっぱそこはハーレーのプライドだね。いつもヒロシちゃんも地元で近所の子供たちがヒロシちゃんが来ると耳塞ぐってんだよねそれで傷ついてるっつんだよ傷ついてんだ、うん、じゃあもうあれだね、小田君、そのヒロシちゃんのバイクにさ、うん、悪人って書かれるのももう時間の問題だね、うん、好きだったなそれ、悪人。でもさ、子供の頃、小田君やっぱりでかいバイク乗ってるっていうだけで怖かったよね。そうだね、うん、ちょっとハーレーじゃないにしてもさ、結構なんかのぶとい音で来るじゃない。来るね、うん、だからそれだけで悪いことしてる人みたいなさ、なるね。ね、そういうのあったよね。なんだろうね、昔からね。ねえ、だってマーロン・ブランドの時代なんてもう50年ぐらいじゃん。50年代よ、50年代、うん、そうか、そうなんですよ。リーダー小太郎さん、こんにちは。はい、どうも。いつも楽しく拝聴させていただいてます。どうもどうも。先日小太郎さんのインスタグラムの3億円事件犯人構想ツーリングの写真見せていただきました。おお、ゆうべだよ、ゆうべ以前からちょいちょい3億円事件の話が出てきました。私の勤務先は病院なんですが、うん、病院の会長の父上は昭和の名刑事と言われた平塚八兵衛氏です。あ、そうなんだ。三億円事件の捜査にも関わった方だそうです。ああ、八兵衛さんね。ドラマの題材にもなって渡辺謙さんが演じたものなどがあるので、うん、ぜひ機会があったら見てください。はい、これ見ましたよ。渡辺謙のあれ、吉野部ちゃん事件かなんかだよね。あ、吉野部ちゃん事件有名だね、小太郎くんね。うん、吉野部ちゃん事件の時、小太郎くんもちろん生まれてないでしょ、うん、多分俺がギリギリなんだよ、多分。ああ、そう。あれ結構子供の頃散々親たちが騒いでたもん。だろうね。うん、まあ、その平塚八兵衛さんの息子孫は医師として地域に暮らす人たちの健康を守っていますと、はい、なるほど。息子である会長は府中の現場を車で走りに行ってみようかなと新聞にコラムを書かれていることがありました。うん、小太郎さんと同じだなと思ってました。クワトロマスリー楽しかったです。今月も楽しみにしてます。バストロイヤーお願いします。ワフさん。なるほど、八兵衛さんか。八兵衛さんは単独関節なんだよね。あ、3億円。うん、うん、何それ、ね、組織ぐるみでやってる説っていうのもあるの？もちろん単独犯の方が少ないですよ。あ、でもさ、結局一般的にはさ、警察官のほら息子、うん、警察関係の息子が犯人っていう話になってるじゃない。なってるね。その人を中心に何かこう組織があったってこと？だからね、その、なんつうの、まあ、都市伝説的なのがさ、うん、あまりにも定着しちゃってて、うん、なんか犯人を逃しちゃったって説もあるよね。ああ、なるほどね。うん。そうなんだ。まあ、いずれにしても頭良すぎるから、うん、実行犯とその指示役がいるよ。ああ、そういうことね。うん。一人じゃできないと。一人はできないね。なるほど。バンドと一緒だな、これ。ああ、一人だ。無理だね。なるほどね。ああ。まあ、でも最近、あれだね、鍋も一人やる人多いからね。そうだよね、そうだよね、うん、昔はね、店入っても鍋は二人前からってる。一人でやってる人はいないもんね。いないでしょ、うん、最近俺も一人だもんね、しゃぶしゃぶ。しゃぶ一人どうなの？いいね。やっぱいいんだ、一人が。しゃぶは一人がいい。しゃぶは一人がいい。うん。ああ、これはもうみんなやっぱ結婚しないわけだな。うん、最初はだからみんなさ、鍋とかしゃぶとか一人って抵抗あるかもしれないけどさ、うん、やっちゃうと、あ、一人以上ってなっちゃうんだよね。あ、そうかもね。だって最終的に飲みに行くのも一人がいいもんね。一、うん、人がいいんだよ。ね。何でも一人がいいの。そう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 。うん、昔鍋なかったじゃん、一人用の。そうなんだよ。ないね。二人前からだったでしょ。そうだね。もうもう牧場に行ったんだって、小田君と二人なんだから。そうだよね。二人で鍋って何だったんだろうね。わからんね。年がら年中言ってたよあれね、しかも。言ってたね。あ、これ。加藤さん、小田さん、こんにちは。どうも。季節の変わり目だからか、年だからか、うん、疲れが抜けづらい毎日。あ、俺も一緒だよ。これは大好きなパセリが呼んでいると、ボウルいっぱいのパセリに塩振ってパクパク食べてます。おお、長期が食ってたね、パセリばっか。ああ、食ってた気がする。ボウルにパセリあげてずっと食ってたやつ、ね、大好きだったな、あの人。うん、鉄分はほうれん草の4倍だし、いろんなビタミンも取れます。うん、へえ。2人は食べますかと。
まあ別に食うよね。食べれる食べれる、好きだよ、うん、俺は。PS、 おいしん坊でポークからし焼き肉ランチを食べてきました。うん、カウンターに座ったんで厨房がちれると見えましたが、うん、そんなにまだ振るというぐらい振る胡椒を振っていたのに、うん、食べるといい感じでした。ああそうなんだ。板橋区 M さん、からし焼きも人気あるね。好きなのこだるか。俺はタレだね。ああそうなんだ。うん、なるほどね。行けたの？おいしん坊行ってないんだよ。あ、まだ無理だったんだ。でも昨日ね、それ系のね店に行ったらね、うん、あれ仕事上がった店員なのかな、あ、小太郎さんって来たんだよ。で、うん、お願い回し好きなんですよっつって、ね、ちょっと待って小太郎くんさ、うん、まずそれ系の店ってどういう系の、いやだからだから金華堂あーそっち系、そっち関係ね、うん、お願い回し好きなんですよっつって、すごいね、うん、あれはみんなあの車んじの日本人ファンの代弁者ですみたいな感じだったよ。ああマジか、うん、まあ確かにお願い回しだけ YouTube でも再生数いいからね。回し出るからね、回し出てるから、まーちゃん頼みだな。そうね、うん、俺らをお願いしたいぐらいだよ、まーちゃんに。本当だよ、うん、こんにちは、千葉に住む、市川市に住む、Pネームノスタルジー鈴木と申します。ノスタルジー鈴木、うん、最近 AI がとんでもない進化をしてますと、うん、チャット GPT という質問や指示を言葉で伝えると、うん、数秒で回答してくれるものが登場、はいはい、その機能を LINE で使えるものまであるのです、うんうん、というわけでこんな質問をしました。池袋交差点24時とは何ですか、うん、それと AI はこう答えました、うん、池袋交差点24時とは2009年に公開された池袋で周辺で暮らす人々を追ったドキュメンタリー映画のタイトルです。映画は24時間営業のカフェで働く女性、路上ライブをするミュージシャン、夜勤のコンビニ店員、うん、コミュニティセンターで踊りを習っている高齢者など、うん、様々な人々の生活を描いています。なるほど。何も知らない人は信じてしまいますねと。なるほどな。続いて聞いてみました、うん、ザ・コレクターズというロックバンドのヒット曲にどんな曲がありますか、うん、3秒後、うん、AI からこのような答えが返ってきました、うん、ザ・コレクターズのヒット曲としては以下のような曲があります、うん、飛び立つ勇気、青春の終わり、うん、ストロベリーフィールズを超えて、うん、夢の続き、うん、ロマンス、頑張れキャンパス、はい、シルバームーン、時の過ぎゆくままに、サムシングクリスタル、キャプテンは君だ、うん、などなるほど。オスカーは誰だではなくキャプテンは君だという曲があったんですね。なるほど、キャプテンは君だね。これが好きだね、サムシングクリスタル。いいねいいね。こんなクソみたいなタイトルでね、80年代しか通用しない。いいね。頑張れキャンバス。これ小太郎君このまま次のアルバムにのタイトルにしよう。オッケー。ストロベリーフィールズを超えて。うん。夢の続き。なるほどね。AI 死んでって感じだよこれ。AI ね、うん。頼りすぎなんだよ AI にみんな。もうなんか本当 AI じゃないけどさ、あの自転車の駐輪場とかもさ、うん、あの今までは人がこうなんつうの紙配ってたからすんなりやってたのにさ、今なんかカード式になったらもうすごいよ並んじゃって。あ、やっぱそうなんだ。なんかああいうことやるんだかね。いや俺もね、小太郎君それ意見賛成なんですよ。うん、今さほら小太郎君うちのマンション耐震工事してるじゃない、うん、で駐輪場のバイク置き場の屋根さ外されちゃったのよ、うん、だから近所のさ、うん、あの屋根付きのところ借りてんの、うん、わざわざ、うん、で借りた時にはやっぱりおじちゃんがさ、はいはいはい、ボールペンでこう書いてこの用紙に書いてっつってやってくれてたんだよ。そう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 、ステッカー渡して、うん、途中からどっかの業者が入ってきたんだからさ、うん、もうなんかクレジットカードで決済してるからメール送るからみたいな話になったのよ。よくないね。よくないでしょ。で結局こうだからステッカーを取りに行くのにそこまで行くんですよ。でしょ。家で手続きして。そうだからさ、うん、なんかねってさ、おじいさんと喋るの好きだったのにさ、誰も。それにさ、おじいさんがそこ見守ってんだよ、ステッカーが出てくるの。そうだよ、だもうね、無人になってるね、ダメ。だったらおじいさんに配らせろよ。ほんとだよ。そうだよ、そういうことだね、小田君ね。ほんとだよ。ほんとそう思うよ、マジで。なんなの、この国。なんで AI っつうのよ。ほんとだよ。アナログで行こうよ。ほんとだよ。
本当なんか便利なようで便利じゃないのが悔しいよね。アナログの凶器買ったよ。あ、本当だ。50周年。え、何、今出たの？今出てんですよ。わ、すごいね。じゃあ音良くなってんじゃねえか、それ。もちろんリマスタリングでしょう。だよね。うん。いや、そうでしょう。うわ、でも狂気はいいアルバムだよね。最高ですよ。ね、ピンクフロイドね。うん。そう、リーダー見てないでしょ、あの仮面ライダーは。俺まだ見てない。小手君なんか何回も見てるって噂が流れてるよ、もう。俺3回見たんだよ。何がそうさせてんの？いや、あれは多分ね、最低でも 3,4 回見ないと分かんないね。あ、そういうこと？いや、ていうか、あの俺たちオールドファンは、それね、細かい何、それ隠し味がたくさんあるってこと？っていうかね、うん、若い人はまあ1回見てさ、うん、面白いつまんないって判断するのは全然 OK だと思うのね、うんうんうん、でも俺とかはさ、やっぱりオールドファンだからさ、うん、まず最初設定が違うところは抵抗感しかないわけですよ。なるほどなるほど、うん、だからまあそういった意味で冷静に見れてないわけだよね。なるほどね、うん、ところが2回目になってくると、うん、その抵抗感が少し薄れてるんだよね。なるほどね。だから全然1回目よりも入り込めるの。わあ、こういう設定になったっていうの分かるわけだ、うん、そうそう。でそれに対してですよねっていう気持ちも出てくるわけです。逆にね、うんうん、で3回目になってくるとさらにそうなので、へえ、むしろこっちじゃなきゃダメだぐらいな、うん、ここでやっとフラットに見れるわけよ。なるほど。そうすると、あ、まあこれまあ好きだけど、まあ、純粋に映画としては何点ならなかったけど、いうことをやっと冷静には言えるんだね。あ、そこでね、じゃあ一番最初に見て、これ俺が見てたライダーじゃねえよってバーンって跳ねたら、もうなんていうの、こう正確なジャッジができないと。だ、大抵我々の世代はそこでやめると思うの、1回で。そういうことか。で、つまんねえってなって終わると思うんだよ。なるほど、なるほど。俺、それはしたくなかったの、絶対。なるほどね。ライダーだからね。うん、ウルトラマンの時はそれで終わったんだけど。あ、世代的に、ね。うん、ライダーに関してそれはしたくなかったんだよ。なるほど。で、まあ、最初だから見た日はさ、うん、たまたま飲み屋で、その、やっぱライダーの友達と会ったから、何点って言ったから、うん、50かなって言ってたんだけど、うんうん。まあ、2回目はもう75ぐらいまで行くわけだよ、ね。なるほど、上がったね、随分ね。うん。うん。3回も80ぐらいまで行ったかな。ああ、すごいね。で、もう1回見て、まあ、最終得点が出るかね、これ。ジャッジをすると。うん。下がる可能性もあるしね。そうだね。うん、ちょっとわからない。でも80まで行ってるんだ。行ったね、3回目でね。すごいね。あのね、小ネタがいっぱいあって、うん、それも分かってくるわけよ。隅から隅まで見てると。あ、じゃあかなりこだわって作ってんだ。オタクだね。あ、それはそうだろうね。でもそれはいいね。うん。やっぱオタクじゃなきゃダメよ、うん、作っちゃ究極のオタクだよあれ、うん、いや本当にオタクしかね、そういうもん作っちゃダメ、うん、だからこの文字は画面中のどこに隠されてるとかっていうのも常に貼ってなきゃいけないわけよ。なるほどね。うん、相手も仕掛けてくんだね。仕掛けてくんですよ。なるほど。いや、それはそういう見方すると楽しいね。うん、あと2、3回は行かないとまずいなと思ってるね。そうか。でもなんかさ、もうほら、映画もさ、うん、CD と一緒でさ、フラゲまでは盛り上がるんだけどさ、うん、始まっちゃうとさ、もう隅に追いやられるんだよね。まあまあそうだね、そうだね。だからすでにもうさ、あんまりいっぱいやってないんだよ、もう。あ、もうすでに。朝8時からとか書いてとかさ、あ、そっかそっか。6時からとか書いてとかさ。あ、そういう会に回されちゃうんだ。いいとこにないのね。なるほどね。困るんだよね。やっぱ映画の数も多すぎんのかな。あ、なんかもしかしたら昔はさ、俺ら昔はさ、毎日ほら同じ時間に始まったじゃない、映画なんて。あ、始まった始まった。それが違うもんね。そうだね、日々変動性だもんね。そうなの、ホールも変わるしね。そう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 、そうだよね。ちょっと出遅れたんだよね、1週間ぐらい見に行くの。ああ、そうなんだ。他の、あの、初日よりさ。はいはいはい、はい。したら、あの、売ってるグッズがもうほとんど完売してるんだよね。わ、すごいね。そうなのよ。やっぱりそれだけ、やっぱり買う世代がさ、見に行ってるってことだよね。俺が持ってるのはボクサーブリーフだけだよ。他に何があったの？わかんない、ないんだもん、もう。あれ、T シャツ持ってなかったっけ？そうなの。あれはユニクロ。ああ、そうか。うん。え、ユニクロは何、新仮面ライダーの T シャツ出してんの？そう。あ、そうなの。へえ。あと、いろいろあるよ。伊勢丹と仮面ライダーのコラボとか。
すごいね。ただまあ映画館で売ってるグッズはもうほとんどなかった。そうなんだ。あ、そうだ、こうだけどバイクはどうなったの？バイク。サイクロン？サイクロン。サイクロンはやっぱ音がちょっといまいちだけど。うん。なんか形状は好きになったね、なんか。今のだから、どっかのバイクベースにして作ってんの？多分そうだろうね。全然わかんない感じ。わかんないけど、どうなんだろう。昔のは鈴木だったよね。そう、鈴木だった。今のホンダなのかな。そうなんだ、ちょっと調べてみる。ちょっとわかんない、うん。あ、そうなんだ。最初はちょっと嫌だったけど、まあ、言わせるレトロなことだよね。まあまあまあ、そうだよね。で、昔のさ、サイクロンなんてさ、うん。3億円事件の犯人のバイクみたいだもんね。そうそうそう、本当そう。あとなんかあの頃のやっぱレーサー的なカウルがついてるじゃん。そうだね。で、あれがかっこいいなと思ってさ。あのカウルついてるの多分あれね、新1号のやつだよね。あ、最初のやつはついてないんだっけ、小田君、カウル。なかった気がすんな、最初の。あ、そう、俺あのカウルのイメージがなんかあるんだよね。だからあの昔のハーレーみたいなカウルでしょ。そう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 、あの横広みたいな。横広みたいな。あれ新1号だと思う。あ、そうなんだ、うん、でそこも結構いろいろ変わってんだね。変わるんですよ。なるほど。この間 NHK でドキュメンタリー見ましたもんね。あ、やってたんだ。うん、仮面ライダーの。うん、へえ。でドキュメンタリー見せたらさ、あの仮面ライダーの、まあ、仮面がさ、うん、まあ、最初の打ち合わせでいろんなアイデアが出てるわけだよ。なるほど。でどれも全然悪くないんだけど、うん、最終的に、まあ、かなり、まあ、オリジナルに近いものになったんだけどさ、うん、ほぼオリジナルに、うん、で他のも全然悪くないんだけど、うん、あれで完成してたら見に行ってないな俺。ああ、そうなんだ。うん、やっぱそういうのがあるんだ。ある。であそこのジャッジはやっぱり正しかったね。ああ、なるほどな。そうか、いろいろあるね。深いね。いや、深いよ本当にね。うん、これブラバン楽譜希望ですっていう方は何人かいるんだけどさ、うん、いっぱいいるんだよ。それでさ、うん、そろそろ、コロンビアの方が、うん、ブラスバンドのサンプル音源の方を、うん、YouTube にもアップロードするので、うんうん、そこを聞いていただいて、うん、それでね、一旦この池袋交差点24時の方に、うん、吹いてみたいですっていうメールをいただけたら、うん、そこからコロンビアのサイトで譜面をダウンロードできるんですよ、うん、それはもうパート譜もいわゆるスコア総譜もあるから、うん、それをダウンロードしてくれれば、うん、もうブラスバンドで演奏ができます。なるほど。でサンプル音源の方は YouTube で見て聞いていただければ、うん、こんな感じなんだってムードが分かるので、うん、でそれで楽しんでいただけたらいいなと。はい、これも早急にアップロードしますので、はい、今週中にはいけちゃうかもしれない。まあ、コレクターズのホームページでもご紹介しますよ。なるほど。アップロードしたらすぐだね。はい。で孝太郎君は、うん、練馬区、豊島区、板橋区で、はい、孝太郎さんお暇な時間あったら色紙に来てくださいって言ったら行くんだよね。行きますよ、うん、あと深谷だしね。ええ、深谷、行田、行田なんで行田があるか分かんないんだけどね。熊谷飛ばして行きますよ。はい、コレクターズ女子マーマレードまだまだ発売中です、はい、PV もねリーダーが監督したものが公開されてると。はい、孝太郎君からお疲れ様でしたが2回届いたっていう、ね、そうですね、そんな PV です。1万回いきましたよ、はい、やっと。あ、本当ですか。はい、大阪 でもライブがありますね。4月21日。はい、こちらが Living for Kicks 2023というタイトルがついております。そうですね。これはなんかまあ今やってるクアトロマンスリーの、うん、なベスト的な内容になればいいなとなんとなく思っておりますが。あ、そうだよね、うん、ということは4月のクアトロとは、うん、多少メニューが変わってくるってことですよね。そうですね、うんうん、若干その、うん、それまでにやった中からいいのができたらなみたいな、 1,2,3,4 の中からの方がまあ大阪の方は嬉しいよね。いいのかなと。
ちょっと、うん、まあ俺たちは大変だけどね。前のも一回やってるからすぐなるほどそういうこと、ねうん、すぐ大丈夫ですなるほどなるほどで私はあの出てます、イナズマムービーマーケットというドラマですね、月曜から始まっておりますのでよろしくです。おおすごいね、はい。リーダーは東百貨店、今年も登場しますね、はい。荒川渡れ2023、そうです、ゴーイング VS ツル、ここに登場と。ツルなんですよ今回は。ツルさんともう十数年ぶりの対面ですね。ねえ、なんか Q でやったよね一回ね。 Q でうんやったやった、うん、はい。でもうアフロヘアじゃないと卒業したという情報がね、うん、先ほど入りましたが、はい。そして私も旅に出ます。旅に出る、出ます。なるほど。全国のコミュニティ FM で放送中のラジオ版ですが、はい、毎週木曜日24時から。なるほど。秋田コミュニティでは翌日金曜日朝10時、はい。広島の三原さん土曜日午後3時から再放送。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。池袋交差点24時、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツから配信してます。してます。写真館などもございます。あります。そしてドーナツ12号コレクターズ特集号完売しました。はい、完売しました。ありがとうございます、はい。なおこのポッドキャストは YouTube で全ての配信が聞けますので、ぜひチャンネル登録してください。してください。 P メールはブクロ24@gmail.com、はい、お待ちしてます。してます。紹介した方にはバスロイヤーステッカーを送ってますので、ステッカーご希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。はい、それではまた来週。 Do the download Do the download